デオン・マイヤーは南アフリカ共和国の小説家。母語であるアフリカンス語で執筆しており、20カ国語に翻訳されている。映画やテレビの脚本も手掛けている。デオン・メイヤーとも表記される。1958年7月4日、南アフリカ共和国西ケープシューパールで生まれ、北西州クラークスドープで育つ。1976年、 地元のスコプス高校に入学。兵役を得た後、ポチェフストルーム大学キリスト教養学科で英語と歴史を専攻。その後、フリーステート大学で学び、1980年代に、ナルト新聞社大ウックスブロッドのジャーナリスト、フリーステート大学の広報、ベルビルの金融サービス業サンレムの広告コピーライターとして務める。1991年、 インターナルコミュニケーションの責任者及びサンダム広報部のクリエイティブディレクターに任命される。その後は自分で事業を始め、インターネット上のバーチャルコミュニティの運営や管理をしたり、BMW もトラットのスペシャルプロジェクトのマネージャーを務めるなどした。初めて小説を書いたのは14歳の時で嫌がる兄弟に読んでもらったが良い感想はもらえなかった。 1994年、諸女長編を出版するが、世界で通用するレベルではなかったため翻訳はされなかったが、それ以降に出版した長編はいずれも、英語、フランス語、ドイツ語、スウェーデン語、ロシア語など25カ国語に翻訳された。現在は、専業作家である。作家としてのキャリアの始まりは、アフリカンス語の雑誌ヒューイス・ジェニュートに短編が掲載されたことだった。 現在は、西海岸のメルクボスストラントに妻と4人の子と、暮らしている。趣味は、ツーリング、音楽、読書、料理、ラグビーで、音楽はモーツァルトもロックンロールも好む。デビルズピーク、13アワーズ、7デイズの3部作が、ショーンビーン主演で映画化されることが決定している。ありがとうございます。